ゼネラルエレクトリック GE36GE36 GE エンジンは、ゼネラルエレクトリックエアクラフトエンジンズにより、開発された実験段階の航空機エンジンで、ターボファンエンジンとターボプロップエンジンとを組み合わせた構成を持ち、アンダクテッドファン、またはプロップファンとも呼ばれた。このエンジンは、回 A-18 などに採用されている、傑作機ゼネラルエレクトリック回404。 組用ターボファンを元にして開発された。イ4 0 4からの混合排気流が7段式の低圧タービンを駆動するようにして排出された。その低圧タービンでは、静翼を取り付けたリングは固定されず自由に回転できて動力と反対向きに回転した。外部取り付けの回転翼のうち1セットが可変ピッチ式となっていて、そのファンブレードが 低圧タービンの動力系とつながっており、別のセットが逆向きに回転する低圧タービンの性欲系につながっていた。回転翼がシャムシール型の弧を描く形状となっているために、高速飛行時に障害となるプロペラタンでの衝撃波の発生が抑制され、高速飛行が達成された。GE は従来の高速回転の低圧タービンとギアボックスでの減速等を組み合わせる。 構成の代わりに14段の低圧タービンを使用して回転翼を駆動した。1988年のファーンボル航空ショーで MD-81 に搭載され展示された g e 3 6九9 8 0年代に150席級の旅客機であるボーイング 7J7 や MD-94X への採用が検討されていた。極めて低燃費であることが実証されたものの、 試験エンジンを取り付けた飛行機でのキャビンに伝わる騒音のレベルはエンジンが後方ビブに設置され搭乗者が聴覚保護具を装着してもなお問題であった。ありがとうございます。